今回レギュラー番組となることが本当にレギュラーになったんですか。万博が終わるまで、はい、へーそうなんですか、はい、本気で喋ったら一回で終わらす自信はあります、はい、新保二郎の万博ラジオ。先週に引き続き今週もこれまで数々の万博パビリオンのデザインや設計を手掛けてきた野村工芸社の石川敦子さんにお話を伺います。辛坊治郎の万博ラジオ。ここからはこれまで数々の万博パビリオンのデザインや設計を手掛けてきた野村工芸社の石川敦子さんにお話を伺います。いやーそれで大阪万博の関わりは分かりました、はい。他の万博は何か関係あるんですか。はい、まあ、その後、すぐ75年に沖縄海洋博、はい、それから85年に筑波万博、90年大阪花博、で2005年愛知、はい、あという愛知九博、はいというところで、まあ、全ての万博でいくつかのパビリオンのお手伝いさせていただいております。へー、じゃあまさに、ただ表に出るのはやっぱり建築家の名前であったりプロデューサーの名前なんですね、はい、ですから私ども の、 業界 の、 その、まあ、例えば社名であったりとか名前っていうのはほぼ出ないです。まあそうですよね。太陽の塔岡本太郎、はい、そうです、は、まあ、生命の木だか命の木だかは分かりますけれども、でもあれの一つ一つのパーツを誰が作ってるかなんて分かんないですよね。そうなんです、はい、はあ、そういうことですか。でも確実に作ってる人がいるからね、はい、そうなんです、見られるわけで、そういうことですね、本当にありがとうございます。いえいえとんでもございません。今後私それを聞いた上はですね、この野村工芸社のある大阪の南部の方に向かっては足を向けて寝ないありがとうございます。私いろんなところでそれ言いまくってです、ね、あ、そうなんですか。360度みんな放課しなくて寝られなくなってしょうがないから最近は立って寝てお家を先言うな本当に失礼しました。なるほどなるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。お話聞いていて、はい、野村工芸社なくして本当に万博はないっていうぐらい深く深く関わってこられたっていうこともすごく感じました、はいはい、が野村工芸社さんには今のところ一般公開はされていないんですが、これまで世界で開催された万博に関する資料が集められた資料室があるということで、はいはい、え、資料室あるんですか。あるんですよ。え、一般の人に公開してないのに資料室、また贅沢な会社ですね、はい、ここ、本当ですよね。はい、それちょっとじゃあ今日は見せていただける、はい、ぜひ。 ありがとうございます。ありがとうございます。ワクワク、はい、こちらでございます。どうぞお入りください。その資料室にやってきました。また本格的な資料室ですね、はい、まあ、会社の中にある資料室で非公開って聞いたんで、なんか会議室の一室みたいなところにちょっとなんか置いてあるのかなと思ったら、はい、うん、十分ここなんかお客さんを入れて、うん、そういう目的ではないんですか。はい、一応こちらのお部屋がですね、私どもが今所蔵しております約2万点の博覧会に関わる資料を2万点、はい、収蔵している収蔵庫のようなものですね。はいはい、さあいろいろ珍しいものばかりだろうと思いますが、はい、おすすめのものを教えてください。はい、こちらに並べております。はい、当時の新聞の号外みたいなもんですね。号外っていうか何だろう。いや、これね、何だろう、伝送版って書いてあるぞ、はい、どういうことですか。ファックスの走りだと思います。はぁ、 中之島からエキスポ70を結ぶっていうこと、伝送新聞。はぁ、世界で初の本格派って書いてある。はい、そうなんですよ。そういうのがなかった。電子版で新聞を送るということですね。はい、まだだファクシミリとか受信された紙面を複写したものですので鮮明度がやや悪くなっています、うん、この時代にファックスって一般的になかったんですか。なかったんです。なかった。まだまだ出始めやったようですね。ファックスもなかった時代なんだ。はい、いや、 それにしては中の会場は素晴らしかったですけどね、うん、はい、で、はい、こちらはですね、まあ、皆さんよくご存知の70年万博の時の金銀銅の記念メダルになっているんですけれども、はい、このメダルですね、実は今メダルといえばオリンピック、有名ですよね、はい、皆さん、はいはい、いい色のメダル取りたいっておっしゃるじゃないですか、はいはいはい、だけれども、近代オリンピックっていうのは、うん、実は、万博の余興スポーツイベントや
で開催されたんですね。え、万博が先にあってメイン で、はい、あのおまけがオリンピック。そうです。あ、そうですか。はい、で1900年のパリ万博の時に、はい、その第2回の近代オリンピックがありまして、で、まあ、万博ではその金銀銅のメダルを出品者に送っていると。で、へえ、あ、そうなんですか。そうなんです。それでスポーツのイベントでもやっぱり1等2等3等の人に金銀銅のメダルを贈ろうと。万博の方が先だったんだ。そうなんです。それは驚きです。こちらがですね、楽しい会場案内ということで展示版なんですね。表紙の、太陽の塔のマーク触っていただきますと展示になってるんですね。形が分かるように投資に、まあ、はい、展示で太陽の塔が描かれているという、はい、そうですね。中身は もちろん展示なので、まあ、こう展示打たれてるんですけれども、まあ、やっぱり最後のページにあの会場が、全体図がありますけれども、触って分かるように、はい、エンボスかかってるんですね。あのね、残念なことにやっぱり1970年当時って障害者の皆さんに対する配慮って今ほど行われてなかったんで、そういうことのある意味全国に広がっていく先駆けみたいな役割をしましたよね。そうですよね。でこちらがですね、あの迷子ワッペンですね。あ、迷子ワッペン、私迷子になる年ではなかったですけどこの存在は知ってました、はい、でもこの時は実はその迷子よりも迷子大人っていうんですか、はい、おじいちゃんおばあちゃんの人たちの迷子大人の方が、数はもしかしたら多かったじゃないかって言われるぐらい、たくさんの人が迷われたということですね。広い会場の中でこちらにございますのが、これちょっと飲食編になるんですけれども、でこちらはニュージーランドなんですが、ここにカイザーレストランというのがあるんですけれども、これがそのカイザーレストランのメニュー、当時のものでございます。へえ、よかったらどうぞ値段なんかを。で一番高いやつが1800円、テンダーロインステーキ、厚いサーロインステーキ1800円。当時の1800円は確かに高いですね。高いですよね。今より、うん、とんでもないですね、はい、小学生の人たちがやっぱりすごい人気が得たのが、そのこちらの三洋館の人間洗濯機ですね。はい、人間洗濯機の食玩なんかもあったんだ。でこれはあの電力館で、実は見た引田天吾さん車浮かすやつ。あ、そうなんですか。あ、え、見ませんでした。私見入れなかったんです。私目の前で見ました。でこちらがまた大阪万博コーナーなんですけれども、松下館に展示されておりました、はい、タイムカプセルね、はいはい、タイムカプセル、はい、で あの当時テレビ番組でよく象が踏んでも壊れない筆箱、はい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 、それがこちらの赤い筆箱です。そんな頑丈なんですか。象が踏んでも壊れない筆箱知らない。でこちらに箸袋がございますけれども、特許回る寿司元禄。え、そうなんです。回る寿司の元祖元禄寿司だったんだ。そうです。で万博会場が初でだったんですね。あ、この万博のチケット入場券まさにこれです。そうですね。これまだあったけど未使用だな、このチケット。もったいねえな俺けど、はい、この中にだいたい700枚ぐらいのポスターが収蔵されております。はい、それまでは研究者の方々とか、はい、が市場調査に来られるというのが思うやったんですけれども、まあ、せっかくだから25もあるので展示した方がいいんじゃないかということで作ったのが向こうのお部屋になります。こっちですか。あ、はい、これまたなんか本格的な展示室になってますね。はいはい、でこちらがその、まあ、エキスポのタイムラインということで、上が、万博、そして、真ん中が国内博、そして一番下がその時にあった社会の出来事という形で、壁一面に年表がありまして、大きな壁に一番右の端が1851年のロンドン万国博覧会から始まり、はい、その下の段に行くと日本でその頃何が行われていたかが書いてあるわけですね。そうなんです。あ、そしてさらに下は世界史的な出来事、はい、あ、1853年クリミア戦争をナイチンゲールが活躍したところですね。そうですね、はい、へえ。そして上にございます写真はですね、万博で初めて出たものが、その後世の中に広まっていったものということで、1889年パリ万国博覧会の上に、はい、ベルの電話機の実験の
はい、これは何ですかね、版画かな、なんかが石版画ですか、はいはい、ですかね。その右側にあるのはやはり同じく1878年パリ万博のエジソンの蓄音機。そうなんです、はあ、これが展示されてたんだ、はい、1970年日本万国博覧会の上にカラー写真がありまして、携帯電話、この後ですよ、80年代バブルになってからね、しもしもっていうあのでかい弁当箱みたいな抱えてね、はい、でまあ、テレビ電話も会場内ではもうすでにあり、本当だ、はい、その上に白黒写真ですが、テレビ電話1970年日本万国博覧会、はい、だから今当たり前のものが1970年にそうです、あの初めて人類が目にするというそういう瞬間だったわけですね。そうですね、うん、素晴らしい展示なのに一般の人が入れないのはもったいないです ね。お金取って入れましょう。いやいや、1回1000円、1回1000円ですよね、はい、そうですか、はい、いや大変勉強になりました。いえいえ、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、2週にわたってお話を伺いました。野村工芸社の石川敦子さん、ありがとうございました。辛坊治郎の万博ラジオ。いや、辛坊さん、貴重なものばかりでした。なんかね、懐かしくすぎて涙ちょちょ切れた、うん、当時見たものが辛坊さんまだ残っているというか、うん、ある時期まで家に残しといたはずなのに、うん、今もう大半がなくなっちゃってるかな。でも実はね、はい、もしかするとこの資料館に持ってきた方がいいかなレベルのものはいくつかうちにありますから。本当ですか。ちょっと今度相談してみよう、はいはい、で今日見せていただいた資料は一般には公開されていないんですが、なんと今回一部が特別に公開されます。すごいね。どこで。あの、野村工芸社と朝日放送グループがコラボするイベントがありまして、未来の形というものなんですが、4月10日の水曜日から4月22日の月曜日まで、大阪市福島区にある朝日放送本社堂島川沿いのアートビートカフェにて、毎日午前11時から午後7時まで開催されます。この野村工芸社の万博資料室から貴重な展示物の一部が公開されるほか、朝日放送からは昔懐かしい映像などを公開する予定です。万博は世の中の何を当たり前に変える力があるのか実感していただける内容になっていますので、ぜひお越しください。辛坊治郎の万博ラジオ、ここまでの相手は辛坊治郎と ABC アナウンサーの福田彩でした。また来週。